ロスチャイルド式資産構築法。今回、ロスチャイルド式資産構築法ということでお話をしていこうかと思うんですけども、これを聞いている方でロスチャイルドを知らないという方は、ぜひね、ロスチャイルドと検索すると、いろんなことが書かれてますので、ぜひね、検索してみてほしいんですけども、なんで今回このロスチャイルドというね、キーワードを出してきたかっていうと、実際に私がビジネスをやる上でね、この考え方っていうのを取り入れているということもあって、 その理由に関しても今回ね、お話をしていこうかと思うんですけども、あなたが今回この話を聞くことによって、あなたとあなたの家族、そして孫の世代までね、大きな資産を受け継いでいくことができるようになるということで、その話についてね、深くね、していこうと思いますので、ぜひ最後まで聞いてほしいと思います。今回話す項目として、一つ目に、ひいじいちゃんの話。二つ目に、お金を継承するな。三つ目に、一般人とロスチャイルド家の比較。 四つ目にロスチャイルド式の資産構築に必要な考え方。五つ目にファミリービジネスということでね、お話をしていこうかと思います。ではまず最初にヒーじーちゃんの話についてね、お話をしていこうかと思うんですけども、私がなんでね、このロスチャイルド家の話についてね、興味を持ったかっていうと、そのルーツっていうのはこのヒーじーちゃんの存在っていうのがね、結構大きかったんですね。このヒーじーちゃんっていうのは僕は実際にね、会ったことはないんですけども、 小さい頃から、ひいおじいちゃんってすごい立派な人だったんで、ということをね、よくおばあちゃんとかから話を聞かされてたんですよね。幼い頃っていうのはその話を聞いて、あ,あ、そうだったんだっていうぐらいのね、話だったんですけども、大人になってから彼のね、本を読んで、あ,あ、こんな人だったんだということを初めて知ったっていうのがきっかけだったんですけども、少しね、自分ごとではあるんですけども、簡単にね、このひいじいちゃんの存在っていうのをね、少しお話しすると、彼は高校生の頃にね、商売を始めたらしいんですね。 実はこの頃に始めた商売っていうのは今もね続いていて、現在に至るまで100年近くにわたってね、会社が続いているというのはそういった現状があります。なかなかここまで続いている会社も少ないんじゃないかと思うんですけども、このひいじいちゃんがその会社の創業者に当たるわけなんですね。そしてこのひいじいちゃんっていうのは社会にね貢献した資産家だったっていうこともね、話を聞きました。天皇陛下からも表彰されたことがあったということで、その賞状なんかもね、うちに飾ってあったんですけども、 このひいじいちゃんっていうのが私の世代にまでね、受け継ぐようなそういった多くの資産を残してくれたっていうね、そういった人だったんですね。具体的にはお金をね、たくさん残してくれたわけじゃなくて、土地だったりとか会社っていうものをね、残してくれたんですけども、昔の幼い頃っていうのは全然そういったこともね、知らなかったので、なんとなくね、ただ生きてたんですけども、徐々に大人になっていくにつれて、ひいじいちゃんが残してくれた大きな資産っていうものが、 別に特別贅沢をして生きてきたってわけではないんですけども少なからず不自由ななくく、ね、生きててていいいいいけけけるるだけののそそううううっっったたた資産というものを残してくれたっていうね、ね。そういった認識はあるわけなんです、ね、最初にもお伝えした通りこのひいじいちゃんっていうのは私は実際に会ったことはないんですけどもこの世には今ねもういないんですけども彼が残してくれた資産というものはきっとおそらくね次の世代のことも考えてねきっと資産を残してくれたんじゃないかなと。 そういった意味で彼の思いだったり意志というものはね今も生き続けているとそういった思いがね私にはあるわけなんですね。というわけでここまでの話を聞いてなんとなく次の世代に何かをね残してあげるっていうことが大切なんだなということをね感じた人もいるんじゃないかなと思うんですけども多くの人っていうのは次の世代にバトンタッチするものをお金だと考える人も多いと思うんですけども実はそうではないんですね。お金は継承するなということで実際にお金持ちの人っていうのをね見てみると。 お金持ちは多くの人っていうのは現金で保有してないことが多いんですよね。じゃあ一体どんなものにお金を変えてるかっていうと価値が上がるものと価値が変わりにくいものに変えてるっていうそういった人が多いわけなんですね。具体的にこの価値が上がるものとか価値が変わりにくいものっていうのはね、この後お伝えしていこうと思うんですけどもきっとこれを聞いてる方の中にはお金があれば何でもできるじゃないかとそうね考える人もいると思うんですけども お金っていうのは流動性があって手元から離れていきやすいんですよね。例えば新しいビジネスを始めようと思って初期投資として数千万とか数億とかかかってしまったっていうこともね、よくある話なんですよね。またインフレで価値が変わるっていうこともあって、ある国では一案してね、自分の国のお金っていうものが紙くず同然になってしまったと。そういったことだって起こり得るわけなんですね。また奪われやすいということで、盗まれるリスクっていうのもあるわけなんですよね。 その他にも税金がかかってくるとか、他の国に持って使おうとしてもね、使えないとかね、そういったことがあるわけなんですね。というわけで、この後ね、じゃあ一体何をね、継承していけばいいのかについてもね、具体的にお話をしていこうかと思うんですけども、えまずここでですね、一般人とスチャイルド家の比較ということで、これは一般人に関してのね、一生、そして次の世代の一生に関してのグラフをね、表したものなんですけども、こちらの左側っていうのが資産の増え方。 下のの線というのが時間軸になってるんです、ね、まず、あ、最初に自分の一生という、ね、項目を見てほしいんですけども徐々にお金を稼ぎ始まってですね年齢とともに収入も大きくなっていくといった感じである程度資産も増えてきてこの辺りにですね自分の次の世代の子供が生まれるっていうことですねそして自分の一生においてはだんだん体も置いてきて仕事もねなかなかできなくなって一生を終えるといった感じになってます そしてその間にも自分の子供っていうのもだんだんね大きくなって大人になってそして自分の一生と同じようにまたね年老いてだんだんね体も動けなくなって収入も下がっていって一生を終えるとえこういった連鎖がよくある流れだと思うんですけどもロスチャイルドの場合はこれとは全く違うわけなんですね実際にロスチャイルドはどうなのかねグラフをね見てもらおうと思うんですけども